アグスタ・ウェストランド O6092007 年、パリエアショーにて航空機モードで飛行する O609。アグスタ・ウェストランド O609 は、かつて BA609 として、アメリカ合衆国の航空機メーカーベルヘリコプターと、ヨーロッパの航空機メーカーアグスタ・ウェストランドの合弁会社ベル、アグスタ・エアロスペースが開発していた、民間用ティルトローター機。2003年3月7日初飛行。 2011年、ベルヘリコプター社との合弁解消により現在の形式名となった。ヘリコプターモードで飛行するを6 0 9 v 2二開発の経験を活かし、1996年から民間機として開発が開始された。当初はベル社とボーイング社の共同開発であったが、1998年からベル社とアグスタ社の共同開発に変更になり形式。 BA609 として、さらに2011年からは、アグスタウェストランド単独での開発体制となり、形式も O609 に変更された。用途としては、民間機では、回転翼機では到達できない、遠距離でかつ、ビジネスジェットを使うまでもない 500km 以の移動に適している。また公用では、例えば、遭難者の捜索に際しては、広範な面積を迅速に捜索できて、 かつ、ホバリングを用いた救助を同時に行うことが可能であり、V-22 ほどの機体の大きさを必要としない、沿岸警備隊、山岳救助隊などで威力を発揮することが考えられる。V-22 と異なり、キャビン内が予圧されており、防抗理装置も装備されており、軽機飛行が可能で、高高度での飛行が可能となっている。このことは、エベレストを含む、 三角救助への可能性を示している。サイズの違いなどから、V-22 との共通部品は、実質的に存在しない。機体のアウトラインは、v、V-22 を踏襲しており、全身翼君の主翼端にティルトローターが付いたもので、ある。サイズは、v、V-22 と比較して、かなり小型であり、V-22 の自長15トンローター直径11.6メートル。 平員24名に対し、時長7.6トンローター直径7.9メートル、乗客9名となっている。尾翼は TGB 翼であり、主脚も胴体内に収容され、V-22 のように、スポンソンは用いていない。離着陸は回転翼機モードにて行う。固定翼機モード、水平飛行時は、巡航速度時速500キロメートル、航続距離約1500キロメートルを目指している。 ヘリコプターの巡航速度は時速3 0 0トル前後であるから格段に速いものとなる。ちなみにヘリコプターの最大速度時速4 0 0トル前後とされているものは水平面回転翼で実現できる限界速度という意味であり、実際のヘリコプターでは降下中にしか実現できない。さらに特筆すべきは、 機体の操縦量に対するエンジン出力が垂直離着陸機の中では最も高いこと、肩発が停止してもそのまま飛び続けられることが挙げられる。試作機は2003年3月7日に回転翼機モードで初飛行に成功した。固定翼機モードへの繊維飛行は2005年に成功している。2009年9月21日に開発のスピードアップを図るため、親会社である フィンメカニカはアグスタウェストランド CEO にベルヘリコプターの持ち分を購入する権限を与えた。2011年には V-22 と強要する技術の完全な移転を中心に交渉を持った。2011年6月の第49回パリ航空ショー6月20日の6月26日でアグスタウェストランドは遅延を重ねたこの機体を を609と改名し、所有権を手に入れた。ベルヘリコプターは、コンポーネントの設計と認証の役割を引き続き、追うことになった。所有権の取引は、規制当局の承認を経て、2011年11月に、完了した。この時、アグスタウェストランドは2015年後半から2016年早期には、フライトテストと、対空証明を取得するために2機以上の、 プロトタイプ機を製作すると発表した。2015年7月では2017年に FAA の形式証明取得を2018年の引き渡し開始を予定しており、価格は O139 の1.3倍程度とされ、小笠原諸島などでの導入が想定されていたが、2015年10月30日に試験飛行を行っていた2号機がイタリアのピエモンテ州で墜落。 パイロット2名が死亡する事故が発生しており、現在では2020年に初号機の納入が予定されている。着陸中の O609 旅客、貨物室の寸法は、ウィキペディア英語版、アグストウェストランド O609 より日本語に翻訳した上で引用。性能値の一部は、ウィキペディア英語版、アグストウェストランド O609 より日本語に翻訳した上で引用。通常内部燃料に、 500kg の標準旅客及び貨物搭載量にて、経済巡航速度時速4 6 3キロメートルの条件による、ありがとうございます。